アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わっていくのかもしれません。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、2022 X リーグディビジョン3ウエスト B ブロックの1試合になります。広島ホークス対三重ファイヤーバードの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。この配信は XE 全13チームの協賛企画により、すべてのチームおよびさまざまな方のご支援をいただきまして配信が実現しております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信を本日担当させていただきますのは私道楽やりさです。素人がやっております配信ですので至らない点は多々ございますが、できる限り全力を尽くしたいと思います。どうぞご視聴よろしくお願いいたします。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取っており、本日はカラーユニフォームネイビーをまとっていますのが広島ホークス。1990年発足のアメリカンフットボール社会人チームです。クラブチームとして発足し、現在もその活動を続けております。創部当時の名前は広島シルバーホークスと名称しておりました。広島唯一の協会加盟チームとして、広島中四国を中心にアメリカンフットボール普及に邁進しております。対しまして、バックスタンド側に陣取りますのが、本日はビジターホワイトのユニフォームをまとっている三重ファイヤーバードです。日大出身の選手たちが三重に赴任した際にチームを立ち上げ、40年以上の歳月を経ている歴史を持つチームです。県内の普及および全国のさまざまな経験者を集い、現在もアメリカンフットボール普及に邁進し、現在も奮闘しております。この両雄による一戦が間もなく行われます。その試合をまたんと両チームともにサイドラインに整列いたしました。まもなく試合開始の時を迎えます。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022 X リーグディビジョン3ウエスト広島ホークス対三重ファイヤーワードの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。これより試合に先立ちまして、両チームによるコイントスが行われます。手前側ホームスタンド側に陣取っておりますのが、本日カラーのユニフォームをまとっています広島ホークス。奥側バックスタンドホワイトのユニフォームをまとっていますのが三重ファイヤーワードです。共にアメリカンフットボール普及が厳しい中四国そして東海地方のその広島三重という拠点におきまして長く活動しているチームがここで一戦交えます。前半広島レシーブ、三重キックオフ、広島リターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。
ウォークライパドル解けまして、まもなく試合開始の時を迎えます。試合は三重ファイヤーバードのキックオフで試合開始となります。キックオフキッカーを務めますのは三重ファイヤーバード25番の鈴木、富山大学出身。対しまして三重、失礼しました、広島ホークスはリターナーに14番と23番を配置しました。14番は和田、名城大学出身のルーキー。23番吉田は日本大学出身のプレイヤーです。さあ三重、失礼しました、広島リターンに入ります。23番右オープンをつきました。このリターンは三重のカバーではなく広島陣自陣20ヤード間の位置にボールデッドとなりました。この位置から広島ホークスの攻撃となります。レフリータイムアウト、負傷者発生のためレフリータイムアウトが入っております。負傷者のためのタイムアウトです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権を更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。その攻撃に先ほどリターンをいたしました広島ホークスがその攻撃という形になります。失礼しました、先ほどのキックオフリターン自陣30ヤードの地点まで戻しておりました。失礼いたしました。なおアメリカンフットボールは日本で言われるメートル法ではなくヤード法によってその距離を表します。さあ試合再開です。まず広島ホークスの攻撃となります。広島ホークス自陣30ヤードからファーストアウト10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。ここで広島は攻撃が開始地点より後方より一度だけできる前パスを敢行しました。このパスをワイドレシーバー10番に投じましたが、しかしこれをキャッチできずパス不成功となっています。前パス失敗の場合はボールは元の地点に戻され攻撃権1つ失って次の攻撃となります。従いまして広島自陣30ヤード変わらない地点からセカンドダウン10、2回目の攻撃となります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード。今度は広島ランプレーを選択しました。ランニングバックにボールをハンドオフし手渡しを受けたランニングバック21番中央突破し大きく前進、一気に10ヤード以上稼ぎまして攻撃権更新としました。1回目の攻撃に戻ります。広島ファーストダウン獲得です。攻撃権更新は攻撃を1回目に戻すという形でファーストダウン獲得という形で表現させていただきます。これによりまして広島ホークスはボールを前進させて相手陣47ヤードに入りました。この位置から広島ファーストダウン10に入ります。さあ今度はランニングバック33番に持たせました。託されました33番、タックル受けながら右オープン展開を図り約3ヤードのゲインとしています。素晴らしい粘りを見せました広島ホークス。33番は河野、吉備国際大学出身のカムバックプレイヤーです。かつてはリーディングラッシャーも獲得しておりました。ボールを3ヤード進め相手陣44ヤードから広島ホークスセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。先ほどの獲得距離差し引き、残り攻撃権更新、残り距離7ヤード。ナイスラン、パスラン。クォーターバック3番パスを投じようとしましたがターゲットを探す間にプレッシャーが来ました。これを感じてスクランブル、急遽緊急発進のランを展開しました。
相手ディフェンス殺到する中、見事に左オープン展開して攻撃権更新です。広島ホークスファースター、素晴らしいクォーターバックスクランブル見せましたな。クォーターバック3番の山口、亜細亜大学出身のチームのバイスキャプテンです。これにより広島相手陣33ヤードに入りました。この位置からのファーストダウン10に入ります。ナイスワーファーストダウン、今度は外に振りました。ワイドレシーバー1番へのヒッチパス、真横に投げる前パスをキャッチした1番、ここでそのままキャッチアンドラン、見事なステップワークで攻撃権更新です。広島ファースター、ワイドレシーバー1番は1位神戸大学出身のルーキープレイヤーです。これにより相手陣20ヤードの位置まで迫りました。広島ホークス、この位置からのファーストダウン10に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、得点を上げるエンドゾーンまで20ヤード。パス成功、ファースター、クォーターバック3番、ここで右サイドライン際のパス、これをワイドレシーバー11番ジャンピングキャッチし攻撃権更新としました。広島ファースター、見事なキャッチ決めたのはワイドレシーバー10番の佐伯、関西大学出身のルーキーです。そして相手陣2ヤードの位置で広島ファーストアウト2ゴールとなります。この2ヤード防げるでしょうか。タッチダウン、ここでランニングバックにボールを託しまして左オープンに展開させました。ランニングバック、これを見事にカットバックを切りまして粘りながらエンドゾーンに倒れ込んでタッチダウン。広島ホークス、まず先制となりますタッチダウン6点を挙げました。そしてタッチダウンの後のワンプレーです。トライフォーポイント、フォーメーションを変えましてキックによる1点を狙います。キッカーは66番の山岡、島根大学出身のプレイヤーが務めますが、このキックはブロック、ここでのトライフォーポイントのキックは失敗という形になりました。しかし6点獲得となっています。広島ホークス6点、三重ファイヤーバード0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレープラスのボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これに自殺点セーフティーの2点を加えまして、アメリカンフットボールのワンプレーの得点は2点、3点、6点、8点、7点、8点という形になります。この足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた広島のキックオフにより試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフして試合再開となります。必然的に失点した側が次の攻撃を得やすい状況になっています。このキックはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。エンドゾーンに入りタッチバックとなったキックオフは相手チームの攻撃、自陣25ヤードの位置からという形に変わります。さあ、まずはタッチダウンを奪われてしまいました三重ファイヤーバード、この攻撃でその反撃なるでしょうか。ボールオン自陣25ヤードからファーストダウン点となります。さあ、まずはランニングバックに託します。ハンドオフを託し中央突破を図りましたが、しかしこれは三重のディフェンス集まり良く、このゲインはほとんどありませんでした。三重のキャリアは16番の下手でした。鳥取大学出身。
三重ファイヤーバード2回目の攻撃に入ります。失礼しました、三重ファイヤーバード2回目の攻撃に入ります。ボールオン変わらず自陣25ヤード、攻撃権更新必要距離は10ヤードです。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。審判からフィールド上に黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。どちらの反則であったか、まもなく審判からコールがあります。フォルスター、ねファイヤーバード80番、5ヤードのフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体という形になりまして、セカンドダウンやり直しです。三重ファイヤーバード自陣20ヤードからセカンドダウン15、攻撃権更新必要距離は15ヤードとなりました。パス不成功、今度は外に振る形でワイドレシーバーへのパスを投じましたが、このパスをレシーバーキャッチできず、パス不成功となっています。攻撃権1つ失いまして、三重ファイヤーバードサードダウンの攻撃となります。島谷様、いつもコメントありがとうございます。先ほどのトライフォーポイント、確かにあそこでエンドゾーンまで走り込みますと三重の方に2点が入っておりました。これだけでも状況と空気は大きく変わっていたので、モメンタムという点では惜しいプレーでした。さあ、その広島の攻撃です。失礼しました、三重の攻撃です。サードダウン15。さあ、中央へのランプレーを選択しましたが、これは広島のディフェンス集まり良く、このランによる原因はありませんでした。ダウン1つ進んでフォースダウンとなります。フォーメーションを変えまして、パントフォーメーションとしました。パントはキックによる攻撃放棄です。さあ、これを広島リターン試みましたが、しかしそれはほとんどできず、広島陣45ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。パントは先ほど申し上げた通り攻撃放棄となるキックプレーですが、その代わり距離を大きく挽回できるというメリットがあります。これにより三重一旦陣地を押し返す形で攻撃譲渡という形を選択しました。さあ、しかしこれにより攻守交代となります。広島自陣44ヤードからファーストダウン10の攻撃とシチュエーションに入ります。さあ、ここでまず中央へのランプレーとしました。キャリア39番、ハンドオフ託され中央突破し倒れ込むように約6ヤードゲインとしています。ランニングバック39番は竹之内、関西大学出身のカムバックプレイヤーです。広島自陣49ヤードからセカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は4ヤード。さあ、中央ランプ、ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック20番、ハンドオフから中央突破、三重77番のタックルを受けましたが、しかし倒れ込むように攻撃権更新としました。広島ファーストラン、ランニングバック20番は玉山、京都外国語大学出身、失礼しました、京都教育大学出身のプレイヤーです。広島相手陣45ヤードに入ってのファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック18番、ワイドレシーバー1番にパスを通し、1番キャッチアンドラン、見事なステップワークで攻撃権更新としました。広島ファースター、パスを投じたクォーターバックの18番は港谷、京都外国語大学出身のルーキー、そして取りましたワイドレシーバー1番は1位神戸大学出身のルーキーです。ルーキーがここで
まず X にその名を刻んでおります。これにより相手陣34ヤードの位置に入りましての広島ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック18番一気にロングパスを投じました。ターゲットは9番でしたが、このパスはわずかに合わずパス不成功となっています。ダウンが1つ進みましてセカンドダウンに変わります。広島相手陣34ヤードの地点からのセカンドダウン10に入ります。2回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、そしてエンドゾーンまで34ヤードの位置になります。さあ中央でランプレートしました。しかしこれは三重フロント陣が素晴らしい踏ん張りを見せまして、このランプレーによるゲイン1ヤードにとどめています。状況打開ハカランド三重57番、72番が殺到しまして、このランプレーを止めました。57番は宮沢、大阪市立大学出身、72番の岩本は愛知学院大学出身です。広島サードダウン9の状況をどうするでしょうか。さあランプレーによる突破を図りましたが、これも三重のディフェンスが素晴らしい反応をしました。ディフェンス32番が殺到しまして、このランプレーむしろ1ヤードロスとしています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、交代をロスと表現します。三重ファイヤーバード32番は久保、兵庫県立大学出身のルーキーです。広島フォースダウン10の状況ですが、プレイヤーを選択します。フォースダウンギャンブル、4回目の攻撃をギャンブルと称します。攻撃権更新、10ヤードならないと攻守交代です。パス不成功。ここでクォーターバック18番はロングパスを選択しました。ターゲットは10番でしたが、これを三重素晴らしいカバーによりパス不成功としました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。ターンオーバー。三重ここでの広島ホークスの攻撃を見事に無得点で抑えることに成功しました。その勢いを攻撃に生かせるでしょうか。三重自陣35ヤードからファーストダウン10。さあまずはブロッカータイプのフルバックにダイブプレー、中央突破させました。キャリア10番タックル受けながら、これを1ヤードのゲインに変えています。キャリア10番は三島、北海道工業大学出身のルーキーです。三重自陣36ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離9ヤード。パス成功。今度はクォーターバック9番、ワイドレシーバー81番へのショートパスを通しました。これにより約5ヤードのゲインと変えています。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。パスを通じましたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー81番はフル、山形大学出身のプレイヤーです。北海道学生、そして東北学生リーグの出身のプレイヤーがここで活躍しています。さあ試合再開です。三重自陣41ヤードからサードダウン4。さあここでランニングバックにトスを投げて右オープンのランを展開しました。25番オープンを展開しようとしましたが、しかしこれは広島のディフェンス陣集まりよくノーゲインとなっています。
広島フォースダウンの状況に入ります。ここでホイッスル。第1クォーター終了。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして、広島ホークス6点、三重ファイヤーバード0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。